サノバウィッチ。はい、どうも、トスクチュードレンのつくもです。ということでサノバウィッチ、紡ぎルートパート2ですね、続いてやっていきたいと思います。あの後すぐカイドウも目を覚ましてくれた。倒れてたのは練習のしすぎだ、と思ったらしく、ところ構わずスティックを振り回すこともなくなった。そして今は放課後、俺はおかけんの部室へ向かっていた。パンパカパーン、おめでとう星野くん。あれ、戸隠先輩どうかしたんですか？特別棟へ入ったところで戸隠先輩に捕まってしまった。ひょっとしてお姉さんとの約束忘れちゃった？はい、おやま、本当に忘れちゃったのかな。前かがみになって下から顔を覗き込まれる。相変わらず距離感が近くてどぎまぎしてしまうな。舞台を盛り上げられたらご褒美をあげる約束だったでしょ。ああ、そういえば。というわけで頑張った星野くんには2等賞、遊園地チケットの進呈です。遊園地ですか？しかも2枚入ってるみたいですけど。星野くんは一人で遊園地へ行くつもりなのかな。それもそうですね。一人じゃご褒美じゃなくてむしろ拷問だ。寂しさで凍え死ぬ。でも本当にもらっていいんですか？いいのいいの、ショッピングモールの福引きで当たったものだから。少し早めのクリスマスプレゼントも兼ねてるんだよ。二等賞ってそういう意味だったんですね。でも俺、一緒に遊園地へ行くような友達なんかいないですよ。だったらおかけんの子たちでも誘ってみたらどうかな。遊園地が嫌いな女の子はなかなかいないと思うよ。これからの季節大事なことだもんね。ああ、そういうことですか。今のメンバーになってからみんなで遊びに行ったりはしてないもんな。ちょうどいい機会だし利用させてもらおう。わかりました、ありがとうございます。では星野くん、健闘を祈ってるね。はあ。戸隠先輩はなぜか敬礼をして去っていった。ひょっとして乗った！ネネ先輩がモンスターに乗った！乗ってしまいました。確か連射すればいいんですよね。頑張ってアイツさん。頑張ります。どうやらアイツさんと稲葉さんがモンカリをするところをシーバさんが横で眺めているらしい。いえいえ、気にすることありませんって。ネネ先輩の成長力は半端じゃありませんから。今のは惜しかったよ。私横で見てるだけなのにドキドキしちゃった。きっと次はうまくいくよ。はい、頑張ります。ああ、星野くん、チャロチャロ、シーバさん。ようやく気づかれて挨拶を交わす。しかしチャローの拡散性はやばい。いつの間にか俺まで違和感なく使っている。ちょっと先輩は勝手に使わないでくださいよ。え、チャローには稲葉さんの、許可がいるの？ごめん、ひょっとして私もダメだったかな。いえいえ、紬先輩はいいんですよ。でも星名先輩が使いたかったら一緒にネネ先輩のランク上げを手伝ってください。すみません、期間限定のクエストへ参加するにはまだ私のランクが足りないようで。そこで手に入る新装備がすっごく可愛いんですよね。はい、ぜひ手に入れなくては。いつの間にかすっかりのめり込んでいるらしい。もっとも俺の主要キャラは男性タイプだから同じ装備でも二人とはデザインが違う。けどアイツさんやシーバさんのハンターが可愛くなるのはいいかもしれない。 OK、 でもシーバさんは一緒にやらなくていいの？うん、見てるだけでも楽しいから。一緒に遊べばもっと楽しいのに。いやー、それが私携帯ゲーム機って持ってなくて。そっか。じゃあ紬先輩も思い切って買っちゃいましょうよ。ネネ先輩みたいにモンカリのために本体ごと。稲
葉さん、あまり無理を言うのも良くないですよ。ごめんね、今私あまりお小遣いないから。そうか、ゲームじゃみんなで遊べないんだ。ポケットに入れたままのチケットのことを考えてしまう。ところでさ、さっき戸隠先輩に会ったんだけど、実はショッピングモールの福引きを当てたんだってさ。すごいじゃないですか。ひょっとしてクリスマスキャンペーンの？そうなの？はい、結構カップル向けの景品もたくさん用意されてるみたいですよ。さすがに1等はファミリー向けの温泉旅行らしいんですけど、2等は遊園地のペアチケットなんだとか。詳しいね、めぐるちゃん。けどいいな、温泉か、行ってみたいな。いや、残念ながら2等の方だって。いえいえいえ、この場合2等が1等みたいなものじゃないです。でも戸隠先輩、誰と行くんでしょうね。こういう時一緒に行く人がいるんですかね。さあ、私はよく知りませんけど。うん、けど戸隠先輩ならいてもおかしくなさそうかな。ごめん、実はそのチケット俺にくれたんだよ。はい？言っとくけど、俺が戸隠先輩と行くわけじゃないからな。パーティーのご褒美だって2枚ともくれたんだよ。ほら、証拠とばかりにチケットを出してみせた。いつの間に先輩にこういう時誘うお相手が？いや、だからこれから誘おうと思ってたんだってば。戸隠先輩もおかけの子を誘えって言うからさ。一斉にみんなの顔色が変わった。同時に何とも言えぬ奇妙な感覚が伝わってくる。あれ、どうしたんだろう。まあいいか。それで今週の日曜日なんだけど。待ってください、今週はダメです。せっかくできたクラスの友達と出かける約束が。おお、そうなんだ。あやつさんと椎葉さんは？すみません、あまりに急で。その残念。最後に椎葉さんの方を見るけど、目が合うなりものすごい勢いで両手を左右へ振ってきた。無理、私は絶対無理だからね。ああ、そうなんだ。まさかこんなに全力で断られるとは思わなかった。しかも全員から。ひょっとして俺嫌われてる？その日は相談者も現れず、結局みんなで門借りだけして終わったけど、なんとなくギクシャクしてしまったのは言うまでもない、一体何がいけなかったんだろう。言い方ですよね。完璧に誤解しますよね、あれはね。帰り道、俺はチケットをひらひらさせながら歩いていた。まあ仕方ないか、いっそカイドウでも誘ってみるかな。もっともこの季節、わざわざ男2人で遊園地へ行って勇者になるのは嫌だ。それとも他に誘って、いや、そもそもそんなに遊園地なんか行きたいか自分でもよくわからなくなってくる。待って、星野くん。椎葉さん。後ろから現れた椎葉さんは肩で息をしていた。まさか追いかけてきてくれたの？させちゃったかもしれないと思って。けどみんなの前ではちょっと説明しづらかったから。ひょっとして遊園地のこと？星野くん、さっき落ち込んだ顔してたでしょ。え、顔に出してたから。うん、捨てられた子犬みたいだったかな。そこまで露骨だった？自分じゃ自分の顔は見られないからな。心配させてごめん。確かに残念ではあったけどさ。いいよ。それでね、私が女の子らしいおしゃれができないことは知ってるよね。ああ、魔女の代償なんでしょ。確かにそれなら話しづらかったのもわかる。別室には稲葉さんもいたもんな。実はそれってね、格好だけじゃないんだ。女の子っぽい行動をしても気持ち悪くなることがあるんだよ。だからね、星野くんと行くのが嫌とかそういうのとは違くて。
男の子と遊園地ペアで行くこと自体が多分無理で、そういう意味だから。はい、ね、だから男の子と。何言ってるんだシーバさん、そっちじゃなくてペアで行くってところなんだけど。星野くんこそ何言ってるの、だってペアチケットなんだよね。いや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 、俺はおかけんの子を誘えって言われたらみんなで行くつもりだったんだけど。チケットが2枚しかないのは福引きの景品だからで、買い足せばみんなで行けるはずでしょ。その分だけ割り勘にすれば安く入場できるじゃん。シーバさんの顔が首から顎、顎から額へと、みるみる赤くなっていく。そんなことさっき言ってないよ。言ってなかったよね。だって説明する前に全員に断られたからさ。戸隠先輩も俺個人へのご褒美というよりおかけへのご褒美のつもりで。ん？いや待てよ。戸隠先輩が神妙な顔で敬礼する姿を思い出す。ひょっとして俺が勝手にそう思い込んでしまっただけで、最初からそういうつもりで。そう考えると稲葉さんや、あやつさんがぎこちなくなったのも。うわあ、ひょっとして俺とんでもない誤解を招いたんじゃ。シーバさん、デートなんてはっきり言葉にしないでくれ。余計恥ずかしくなってくる。明日どんな顔で部活へ顔を出せばいいんだ。私だって明日どんな顔で星名くんに挨拶すればいいかわからないよ。できることなら今すぐ岩か何かに頭を打ちつけてやりたい。代わりに胸へポカポカと小さな衝撃が伝わってきた。いたちょっとシーバさん、どうして叩くの。ごめん、悪かったって。ただ叩かれてもあまり痛くない、むしろ和む。腕を振り上げても胸までしか届かないのがなんだか可愛らしいのだ。慌てて変な言い方しちゃったから傷つけたかもってすっごく気にしてたんだからね。だからごめんって。じゃあどうして叩かれてるのに顔がにやけてるの。いや、なんか可愛いなって。決してド M だからではないよ。けど今朝も同じことを言って怒らせたのを言ってから思い出してしまう。やっぱり星名くんは遊び人なんだ。ひょっとして本気でそう思ってる。だって可愛いなんて言ってからかの私だけだよね。おやじさんや稲葉さんの方が可愛いのに絶対おかしいもん。それとも本当はみんなに言ってるの。どうだったかな。素直な気持ちを口にしてしまうだけだから自分でもはっきり思い出せなかった。やっぱりみんなに言ってたんだ。遊園地へ誘う時も誰でもいいみたいな言い方だったもん。だからそれはみんなを誘ってるつもりで。何をしておるのじゃ、紬。え？ひょっとして今朝すれ違った子、それにのじゃ？赤木？迎えに来てくれたの？まさか。近くへ来たついでに様子を見に来てやっただけなのじゃ。またのじゃ。のじゃロリー。ひょっとしてずっと前シュバルツカッツェに来てた。あれ、星野くん。のこと知ってるの？知ってるってほどじゃないよ。話し方が独特だったから覚えてるだけで、まさかシーバさんの知り合いだとは思わなかったよ。知り合いっていうか、ふん、あっちは知らんぞ。誰だこの小僧は。ロリッコに小僧と呼ばれてしまった。ほら、前に話さなかった？オカルト研究部で一緒の星名くんだよ。よろしく。君は？小僧相手に名乗るまでもない。
中二発言きたこれ。人間不全になら完璧だった。もう赤木ったら、そういう態度良くないと思うよ。知らぬと言っておるじゃろ。それより紬、今夜の夕飯は鶏団子が良い。冷蔵庫に入っているのを見たぞ。別にいいけど、スープでいいの？それとも焼いた方がいい？汁物が両方に決まっておるじゃろ。ひょっとして二人は一緒に住んでるの？まさか姉妹とか？うん、それはね。こら紬、余計なことを話してない。え？でも星野くんは大丈夫なのに。ダメなものはダメじゃん。小僧も余計な詮索は身のために。ん？急に赤木が顔を近づけてきた。どうも俺の胸のあたりを見ているらしい。なぜ胸？男の胸なんか見て何が楽しいんだ？どうかしたのか？確か七尾の店であっちを見かけたと言っていたな。なるほど、そういうことか。こっちの答えも聞かず勝手に納得してしまう。けど直後に目が冷たくなった。まるで鳥類のような感情の読めない目だった。見くびられたものじゃな。あは、行くぞ紬。あ、ちょっと赤木、ごめんね星野くん。また明日。ああ、また明日。椎葉さんはペコッと頭を下げるや慌てて赤木を追っていった。あの子一体何者だったんだろうな。けど魔女みたいな不思議な存在に関わってきた経験のおかげだろう。実はなんとなく想像がついていたりする。もっとも確証はないからな。今度二人の時にでも椎葉さんに聞いておくか。あ、夕飯の用意をしていて思い出す。結局遊園地のチケットがそのままだな。制服の上にエプロンをかけておいたのでポケットへ入ったままなのに気づいたのだ。修士、父さんお腹すいた。はいはい、今夜は豚の生姜焼きな。チケットを置いて皿を運ぶ。けど目ざとくそれを見つけられてしまう。ん？なんだそれは。遊園地のチケットじゃないか。しかも2枚。まさかうちの子もついに嫁へ行く日が。誰が嫁に行くんだよ。ほら、ご飯大盛りでいいのか。米を茶碗から盛り上がるほどよそい、ついでに醤油の瓶も差し出しておく。付け合わせのキャベツの千切りにいつもかけるだろ。個人的には生姜焼きのタレだけで十分だと思うけどな。塩分取りすぎても良くないし、確か健康診断の結果痩せた方がいいって言われてたろ。やってることは十分嫁だと思うがね。お、今夜は味噌汁に鶏団子まで入ってるじゃないか。なんとなく俺も食べたくなったさ。本当は予定になかったんだけど、シーバさんたちが話しているのを聞いたせいだろうな。だがお前、真面目な話、デート行くんなら先立つものがいるんじゃないか。残念ながら先輩が福引きで当てたのをもらっただけだよ。むしろ一緒に行く相手がいなくて困ってるところなんだ。エプロンを取って俺も食卓へ着く。料理の前に二人で手を合わせた。いただきます。うん、いただきます。だったらこの機会に誘ってみたらいいだろう。この際友達でも誰でもいいじゃないか。食べながら話すなよ。全員に断られたなんて言ったら余計な心配をされそうなので断っておく、黙っておく。男同士で遊園地は逆にハードル高いだろう。それもそうか。だが思い出すな。母さんとデートした話なら別に聞きたくないぞ。いいよ、お前が小さい頃の話。余計聞きたくないって。ジェットコースターに身長制限があるのを知らなくて乗り場の前でダダこねてたんだぞ。覚えてないし恥ずかしいよ。いっそ父さんと一緒に行くか。もっとハードル高いよ、むしろ拷問だ。いい思い出になると思うけどな。今ならジェコスにも乗れるぞ。ジェコスにも。なんだよジェコスって。
だいたい今時親と二人きりで遊園地へ行く学生がいるかよ。それもそうだな。嫌にあっさり引き下がるのでつい顔を見てしまう。やっぱり女の子を誘うのが一番自然なんだろうな。父さんはやたらニヤニヤしていた。小遣いが必要になったらいつでも行っていいんだぞ。その機会があったらな。まったく、そんな相手がいてくれたら最初から悩んでないって。かといって戸隠先輩に突き返すのも角が立つしな。とりあえず机にでもしまっておくしかないだろ。そのまま肥やしにならなきゃいいけどな。そう思いながら俺は鶏団子汁を吸っていた。サノバウィッチ。はい、というところでね、まあ一緒に行けるのかっていうところなんですが、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。